はーい、川崎の昔話今日はいよいよ第10話になりました今日の話は狐とじじばばの話です始まり始まり昔有馬の山の一軒家に じじとばばが暮らしていたとじじ夫妻はちょっとばかりの畑を1年に2回ひっくり返して麦や大根を作っていた。だけどな畑からの握りでは。 とってても暮らしていけるので、秋から冬にかけてじじは裏山の栗を宿場へ売りに行った。じじは栗を売った銭で晩酌のどぶろくを買ったりババアの好きな餅を買うのを楽しみにしていた。 今日もじじいは栗を背負って山を下っていった。栗やー栗。栗やー栗。芋より甘い有馬の栗はいらんかね。じじいのしわがれ声が宿場の軒先を流れていった。 日が西に傾いた。じじいのうちの庭の柿が真っ赤に夕日に生えていた。じじいが坂をエっコラエっコラと登ってきた。ばあさんや、今めはけったよ。ばばあは。 どまえ飛び降りていった。そんで、餅を見て、にっこりした。いろり火に当たりながら、じじいはどうろこをなめるようにして、飲んでいた。ばばは、かおじをもぐもぐさせながら、 餅を頬張っていた。静かな静かな夜だった。十五夜のお月さんがちっぽけなじじいの家だけを照らしているようだった。するとな、土間の音がトントンとなった。おや こんな遅くに、誰だんべおい、誰じゃのじじいの赤い顔が、どまに向いた。おらだよ。きじゃよ。いい匂いがするんで、やってきただ。 たぬきはな、じじい夫さえの馴染みのいつもの遊びに来るんだ、来るのだった。なんや、たぬきどんか。遠慮はいらん。入ってきなよ。たぬきは鼻をピクつかせながらいろりばたに ちょこーんと座った。俺はもう餅が大好きじゃ。たぬきはぐっと唾を飲んだ。餅はあるにはあるがな。だけどこの餅は爺様が朝み汗水垂らして。 稼いできたもんじゃからの。ばばはうまそうにパコついた。たぬきはやきもちをやいた。なあばあさんよ。お餅もちもくりむきするから、おらもくりむきするから、そのやきもちくれよ。 とねだった。バ,バアとじじいは顔を見合わせていた。先が回ったじじいは、そうやすやすとはやれんぞ。どうじゃひとつたぬき踊りでもやってくれんか。ちょうどじゅうごやじゃでもってこいじゃ。 と言ったぬきはよろしいといった顔をつきでポンポコポンポコポンポンポンと大きな腹をたたいておっぽを振りながらいろりのまりを踊って歩いたじじいは満足そうな顔で。 どぶろくを楽しんでいた。ご苦労じゃった。面白かったぞ。ばあさんや、その焼きたての餅を一つやんなよと言った。ばあばはご苦労さんじゃった。ほら、うまい焼き餅じゃ。と。 ポイッと投げてやったところがつきたてのようにやっこくなったもちはタヌキの腹にぺったりとくっついてしまったタヌキは23度転げ回りキャンキャンと鳴きながら外へ 飛び出ししてて行ってしまった驚いたじじいとばバばバはタヌキのあとを追っかけたがタヌキは竹藪ぶの中へ消えてしまった。まんまるい十五夜のお月さんがさみしそうなじじいとばバばバをいつまでも照らしていた。 じじいとばバばバは毎晩のようにたぬきを待っていた。だけどな、たぬきはそれっきり遊びに来なかったそうじゃ。おしまい。